こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。対応を間違えてアカウントサスペンドになった例。会員さんではありませんが、日本アマゾンのセラーフォーラムを見ていたら、間違えた対応でアカウントサスペンドになった例を発見したのでシェアします。出荷前キャンセル率が悪く、アカウント停止になりました。 原因はお客様の都合上、注文をキャンセルしかない状態でしたと。典、ね、型、えー、的な間違えた対応です。お客さんの都合でキャンセルするなら、お客さんにキャンセル手続きをしてもらうと。ね、そうすれば何ら問題なかった。まあ、ただ、お客さんをうまく誘導できなかったんでしょうね。まあ、お客さんの家がままになり、Amazon のアカウントを失ったと。まあ、日本人だとありがちなミスですね。 お客様、神様ですみたいなね、お客さんに手間かけちゃいけないとかね、お客さんに親切にしてあげようということが裏目に出てアカウントキャンセルと。まあ、これはもうキャンセルの申し出があった場合は、今日購入者からキャンセル手続きをしてもらわないといけません。仮に購入者がなぜそちらでキャンセルしないと、不親切だと、まあそんな風にお怒りになったとしても、アカウントがなくなるよりマシです。 また悪い評価がついたとしても、それを消す方法はあります。しかし、対応を間違えてサスペンドになった場合、復活できる可能性は低いです。購入者から連絡があった際は、常識で判断せずご相談ください。そんなわけでね、えー、これもったいないです。まあ、ポーカーミスですよね、えー。なんかお客さんに手間をかけない方がいいんじゃないかとかね、親切のつもりで、えー、対応したらアカウントサスペンドだった。 まあ、ありがちな例ですね、えー。常識で判断せず、ね、どうすればアカウントが無事か、ね、何をやっちゃまずいのか、まあ、それなかなかね、えー、普通じゃわからないことなんで、まあ、ほお気軽に相談してもらえればと思います。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。